生物圏保護区はユネスコの人間と生物圏計画に基づいて成立した国際的な指定保護区の名称。生物圏保存地域とも呼ぶ。また、日本国内ではユネスコエコパークの故障が用いられている。生物圏保護区世界ネットワークには2014年6月現在で119、カ国631保護区が登録されている。 2007年の各国の生物圏保護区数注意、国ごとに係数されているので、複数の国に広がる保護区は重複形状されている。1970年に開始された人間と生物圏計画は14の研究分野を対象としている。その中の一つが自然地域とそこに存在する遺伝物質の保護研究である。その実現のため、生物圏保護区世界ネットワークと 生物保護区を構築することが1974年に提示された。生物圏保護区世界ネットワークの法的枠組みによれば、生物圏保護区は人間と生物圏との総合間の均衡が取れた関係を明示すると同時に進展させるために創設された。生物圏保護区は複数の生態系を含んでいる必要があり、したがって地上、沿岸部、 海洋の生態系の組み合わせから構成されると、この枠組みの第4条に規定されている。生物圏保護区が設定されると、そこでの生態系や、生物多様性を保持することが求められる。生物圏保護区のロゴ保護区の設定は、法的に保護される、中核地域、保護の妨げになる活動が禁じられている、干渉地域、許可を得た活動は認められる、移行地域の3層に分かれている。 この地域区分けは地元の利益となるように自然資源の持続可能な使用を行う観点から導入されたものである。また、保護区内の活動にはそれを支えるような適切な調査やモニタリング、教育、訓練などが要請されている。以上はアジェンダ21や生物の多様性に関する条約などの国際的合意を履行していくための手段である。具体的な登録要件は以下の通り、 重要な生物群集を持つ地域で保護された中核地域を含む異なった管理がなされている複数の地域を含む調査、教育、訓練に対してサポート体制を取れる法律上の適切な保護がある本リストは完全なものではないため厳密には公式サイトを確認のことありがとうございます